はい、皆さんこんにちは、清水の主です。今回は O' から O の距離の X の長さを求めていきます。長方形であり横の長さが4、縦が3という形で求めていきます。それではやっていきましょう。この問題は結構良問な問題で、まあ一つに円のこの大きさは同じになります。結構割愛するんですけど、まあ縦をこう半径としてこの三角形ですね、やった時に直角三角形の合同になるんで、半径が同じだから円も同じですって形になるんですね。それはさておいて、メインのところですね。この対角線ですね、長方形の対角線の長さが出てくるんですね。ここは4なので、3対4対5、まあ3の定でもいいんですけど、3対4対5の定で出てきます。三角形をこの直角三角形の中に三角形を3つ作っていきます。まあなぞっていきますね。ここの三角形、ここの三角形、ここの三角形ですね。この時に底辺かける高さ、ここですね、割る2、ここも底辺かける高さ割る2で、ここの三角形も底辺かける高さ割る2でやれば、面積が4312の割る6形になります。で、まあ、公式を覚えておけば、まあ、3+4+5R の4312みたいな形でできるので、分配を使いながら2倍してって形で、まあ記憶上ではこういう風にやった方がいいかなと思うんですね。まあ、3+4+5の半径 R で4312って形です。そうすると 12R なので R は1だということが分かりました。でその次なんですけど、半径が分かったと。でその次にここで三辺の定理を作るんですけど、結構難しいですね。この三辺の定理ですけど、こんな風に角を作るんですね。じゃあここの長さどうやって求めたいんだっていうところなんですけど、ここの長さ半径 R とここの長さ半径 R なので 2R 引いてですね、3からこことここを引いてて 3-2R ということが分かります。横の長さっていうのは半径 R と半径 R を2つ引いて、だから 4-2R ですね。なので 4-2R です。半径が1だと分かっているので、ここの横の長さは2で、縦の長さが1ということが分かります。なので、それを三辺の定理でやっていくと。こうなるので、1を入れるので、1の2乗足す、これを1入れたら2の2乗。ってことは、ルート5が正解となります。だから、この x の長さというのは、ルート5が正解です。はい、どうでしょうか。今回の問題なんですけど、まあ、一つ、入試の鉄板ですね。この三角形の求め方。あとここの引き算がちょっと難しいかなと思います。はい、今回の問題は結構実践的な問題ですので、ぜひとも皆さんやってみてください。それではね、バイバイ。